青コーナーよりフーファー谷山選手の入場です。ワン、ツー、トリー、フォー、มาจนไม่รู้กี่ทีใจดวงนี้ช้ำมากี่หนแปลกที่ใจยังฟื้นยังทนโดนเขาทิ้งเท่าไรไม่จำจะเคยชวนไปไหนก็ไปเพียงคำหวานแค่ไม่กี่คำแต่สุดท้ายก็โดนเขาทำแล้วก็ช้ำคนเดียวทุกที3人のムエタイ選手のうち最後に登場はタイ・チャン・ウェブカー級王者フーファー谷山です。シュートボクシングはもちろん日本での試合は今回が初。ナジャダムナ、ルンピニーの2大ムエタイ王座を虎視眈々と狙っている24歳、今宵エースの体現者を下し、外国人天国と言われるこのリングにオランダ、オーストラリアに続いてタイの2文字を刻み込むためにやってきました。フーファー谷山、シュートボクシングミドル級チャンピオン剣山、赤コーナーより立ち技バーディーテューダー後藤隆二入場。第7試合シュートボクシングエキスパートクラッシュルール3分5ラウンドを行います。青コーナー、タイ国谷山ジム所属、タイ国イサンウェルター級チャンピオン、179センチ、
71.55 キロ、フーファー谷山。赤コーナー、ステルス所属、シュートボクシング日本ミドル級チャンピオン、173センチ、72キロ、後藤隆二。シュートボクシング王者対ムエタイ軍団、戦績はここまで1勝1敗全くの五分です。このミドル級チャンピオン後藤隆二対大国イサーンウェルター級チャンピオンフンファー谷山、この2人の勝敗をもってどちらが勝ち越すか決定するわけです。黒のロングスパッツ、ピンクの文字が入っている金髪の後藤隆二、そして黒のキックパンツ、赤の紋根を頭にいただいていますフンファー谷山です。両友グローブを合わせた、進化する立ち技バーディートゥーダー、ムエタイからの刺客をどう料理するのか。第1ラウンドゴングが鳴りました。さあ重田さん、はい、本当に楽しみな一戦。そうですね、フンファー選手のリーチが長いですよね。身長が高いですね。179センチ、そしてミドルが重い。左このフック、土井選手、はい、一発が重そうですね。そうですね、ガードしたら上半身が全部かかる。後藤もここから左リング入った、下がった、まともにアッパーが入りました。膝を返すフーファー、パンチを合わせます。おお、フック強いですね。強いですね。そして左、後藤のパンチも的確にフーファーの顔面を捉えています。チャンピオン同士の対決、一つフェイントを入れてから左をかぶせていきました後藤。重田さん、はい、このフーファーはロープを背負って戦うようなスタイルのようですね。そうですね、後藤選手にどんどん今プレッシャーかけられてるんで、そういう形になるんですけども、ただそのパンチが非常に大きく、はい、的確に合わせてくるんですよね。ロープの反動を使ってきます。積むのが上手いですね。そうですか、インローを細かく当てる後藤です。そのリーチも長い左のジャブ、篠田さん、あのジャブは嫌ですね。そうですね、これです。後藤の方は身長173センチ、フンファー谷山は179センチと長身です。押し込むが膝を返すフンファー。だからガードも常に上げてるわけじゃないんですよね。ボディ、ナイスボディですね。いいですね。残り時間1分を切った第1ラウンド、重田さん、はい、今回はムエタイ軍団とシュートボクシング、おーっと、右のパンチ、あ、逆にカウンターもらっちゃいましたね。もらいましたね、今の後藤、ちょっと目がうつろになったか、右を入れられています。もう一つ右、右をかぶせる後藤、ハイキックはしっかりカットしています。そしてミドル、宿井選手、あのパンチは嫌ですね。そうですね、フックにしても上からこう叩き下ろすように非常に腕の力もあるのかなという印象があります。前蹴り、前蹴りも強烈です。ボコンという音、フックを打ち込む後藤、なかなか入っていけないか、入っていく、ああ後藤危ない、後藤耐えろ。第1ラウンド残りが少ない、右裏ですね、右裏ですね、右の裏、ここで第1ラウンド終了しています。下半期間が揺れるんですよね。いや、ゴングの音もよく聞こえないような大歓声が巻き起こりました。第1ラウンド終盤、フンファーパンチ重いですよ。重いですね、はい、いや、これほどの選手とは。重田さん、はい、いかがですか。いや、土井選手とも言ったんですけども、その試合前の落ち着きぶりとかですね、見ててちょっとやっぱこの選手強いねっていう話をしたんですよ。やっぱり そうでしたね。ただものではないですね。そうですね、やっぱりもう今回のムエタイ軍団の特徴でもあるんですけども、やっぱりその
力を入れるところと抜くところが本当にこうメリハリがついてるんですよ。普段こうゆっくり力を入れて構えてるんですけども、はい、打つ瞬間には本当に歯食いしばってガッと力を入れてくるんですよね。あのインパクトの瞬間、そうですそうです、インパクトだけなんですよ力を入れるのは。やっぱりそれはスタミナロスしない打ち方でもありますね。そうもうちゃんとその唾液のセオリーをよく知ってるんですよね、この選手は。怖いですよね。さあ試合は第2ラウンド、第1ラウンド終盤には後藤はいいパンチをもらってしまいました。土井選手のお話では耳の後ろだという、裏だという引っ掛けられましたね、はい、そうですね、ちょっともうプラッとこう一瞬平行感覚を失ったような形でしたね。後藤が頭を下げましたからね。気持ちも強いテクニックもある後藤隆二です。あこの振り下ろすパンチ、あこれですね、同じところですね、カウンターの打ち合い、足を止めて打ち合う両者。土井選手この距離はどうなんですか、後藤にとって。打ち合いも強いですよ。しかし有効打はこれフンファーの方ですが、バランスを崩している。後藤はこれを見逃しません。いや笑顔を浮かべるフンファー。腕がフンファー長いんで、はい、結構ロングレンジからのパンチかなと思ったらショートレンジから打てるんですね。やはり軌道が見えないんでしょうか。お後藤も笑顔を浮かべた。ミドルキック、軸足を蹴っていきます。お入った、引き上げる、入った。腰がちょっと沈むような形になりました。フンファー投げまではいけません。バランスはそうですね、やっぱり何かこう腰もすごい強いように土井選手見えるんですか。はい、あ状態をこれ揺らして後藤が入っていこうとします。上から振り下ろす。おっと、これはバランスを崩したんですね。ちょっと滑りったんですね。その前にちょっと後藤があの得意のトリッキーな動きを見せましたね。うわ、おやるやんけという表情は後藤です。こちらもこの表情、ハイキックを返す。重田さん、本当に何か意地の張り合いのような感じですね、はい、そうですね、やっぱり後藤選手さすがだと思うのは、ね、ムエタイスタイルとよくやってるので、そのなんていうんですかね、パンチ打ってキックして、で相手が前できたところを投げっていう、そのタイミングが非常に抜群ですよね、はい、そしてあのジョン・イーゴを破った立ち関節も立ち技もありますからね。そうですね、関節技もう少しは相手消耗させてから、うん、ですよね、チャンスはまだ今のところそのチャンスはないですね。そうですね、あ外側へのロー、これはフンファーの左のももの外側のあたりかなり赤くなっています。あここですね、土井選手、あ来ましたね、効いていますね、ロー来ました。ラスト30、同じローキックの使い手、土井選手いかがですか。後藤のローの場合、あの右のローは叩き下ろすんですよね。上から下に叩き落とすローなんで、はい、あれ踏ん張ると効きますね。なんとか前蹴りできる、パンチが入っている。第2球、惜しいですね、惜しいですね、踏ん張りましたね。いやフンファー、これは身体能力も素晴らしい。しかしながら第2ラウンド残り時間がない、ここでゴングです。いや重田さん、はい、両者見せてくれます。そうですね、ただやっぱりあのさっきの指導選手との戦い方で比較して分かると思うんですけども、はい、やっぱり対ムエタイに対しては後藤選手よく知ってますね。あれだけやっぱパンチ1ラウンドに効かされたら普通だとやっぱり打ち合うの怖いと思うんですけども、はい、やっぱり今も詰めていきますよね。そうするとやっぱりフンファーの方も対抗上やっぱパンチ出さなきゃいけないわけで、はい、それはもうリズムとしてはもうやっぱ後藤選手のリズムなんですよ。なるほど、やっぱり今の最後の投げにしてもそうなんですけど、柔道でいうその前と後ろの重心の使い分けなんですよね。バットを押して相手が前に来た瞬間に投げるっていう、それがやっぱりできれば、はい、その重心の移動を利用して投げるっていう、さすがだと思いますね。後半スタミナをロスしてくればその投げも決まるかもしれない、ね、いろんなこれからだから技のチャンスありますよ。ただやっぱり、まあ、一発一発は怖い、重いんで、はい、その怖さもまだありますけどね。さあ間もなく試合は中盤、第3ラウンドのゴングが鳴りました。第2ラウンド終盤には惜しい投げがあった後藤、ポイントにはなりませんでしたが、アップライトの構え、土井選手、はい、フンファーちょっと構えを高くしてきましたね。そうですね、待って、反対までいくよ。あローボーシュ待ちに来ましたね、まやはりここからの反撃、ローキック、
重田さん、はい、大戦士、戦い方本領発揮するのはここからですからね。そうですね。インロー、いいですよ、ロー、いいですよ。連続してのロー、連続のローがいい。後藤、おー、詰めていく、後藤詰めろ。上下、上下、ここで、しかし、フンファーもう怪物ですよね。後藤のあのパンチあれだけもらって、倒れた後にあれだけ反撃してくるってすごいですよ。もう土井選手、このシュートボクシングのリングはなんていう外国人選手がすごい奴らがこうやって連続してくるんでしょうか。全く驚きます。噂にたがわぬ本物でした。ムエタイ軍団最後の男、フンファー。後藤、試合は終盤、第4ラウンドのゴングが鳴っています。試合は終盤に入っている。ラウンドを奪われましたが、しのぎました、フンファー。あれを決めた。いや、しかしこれはシュートポイントにはなりません。この選手、高さが足りなかったんでしょうか。そうですね、今ちょっと低かったですね。大きくワンツーのパンチ、そして右のロー、フンファーも詰めます。フンファーとしたら多分これしかないですよ、もう徹底的に組んで膝でやってくるんですよ、やっぱり体重をかけていけば、だいぶ後藤より身長が高いですから、ちょっと今唾液やっぱもらいたくないと思うんで。前蹴り、あ、後藤ちょっと嫌な顔をした。やっぱりここからか、明太選手、これでもか、これでもかと前蹴りの嵐。土井選手、重ねていますが戦い方を分かってますね。タイコクリさん、ウェルター級のチャンピオン、フンファー神山、対するシュートボクシングの日本ミドル級チャンピオン後藤龍二。後藤が詰めての右のローです。ローも聞いてますよ。ローも来ましたか。第4ラウンドも中盤に入っています。
ダブルで前蹴りを出していくキーパー、そして膝、これは後藤が見ていた。青のコーナー、いや後藤もちょっと詰めていくことはしません。おーい、試合ですよね。いやーこの勝敗、あー全く分からない展開だったんですが、後藤の爆発力すごいですね。爆発力そうですね。やっぱり将来のアピール、いや、やりました後藤隆二。土井選手、勝敗の分かれ目は何でしょう。やっぱりチャンス見逃さない、あれ後藤がチャンスを見逃さなかったんで、はい、そこで一気に詰めたっていうのが勝因でしょうね。いや3対3の形になってきました。日本のシュートボクシングチャンピオン対プレタイ軍団、後藤の勝利をもって2勝1敗勝ち越しました。重田さん、この結果にも一言お願いいたします。そうですね、もうやっぱり後藤選手さすがっていう感じですね。ただもう相手のフンファーのあの意志というか、すごいものを見ましたね。だからやっぱムエタイの選手たちみんな本当すごい頑張りなんで。